タラワはキリバス共和国の首都であり、中部太平洋にある干渉の名称。日米では太平洋戦争中の激戦地として知られる。太平洋戦争時の日本軍の防空陣地や跡、リ力島はタラワ干渉内では比較的小さな島だが、キリバス共和国及びタラワ干渉の政治の中心地であり、実質的な首都機能を果たす。ただし、キリバス共和国議会は、 安保島にあるほか、いくつかの行政岩庁は、ベシオ島やビケニベウ島に分かれて設置されており、いわゆる一極集中型の首都ではない。衛星写真当初、バイリキ島、ボンリキ島、ベシオ島、安保島、ビケニベウ島など、計24の島々からなり、うち8島は無人島である。以前は、イギリス領、ギルバート諸島の主婦であった。 結ンの気候区分では熱帯雨林気候に属する。住民の大半はミクロネシア人である。1990年時点での人口は約2万8000人で、ボンリキ島が最大の面積、人口を誇り、パラワカン省唯一の国際空港がある。第二次世界大戦で使用されていた日本軍の砲台キリバスの大統領邸大統領邸行政。 区画タラワ干渉は大きく、キリバス議会の国会議事堂南タラワは、バ力リキ島から田屋島にかけての地域であり、定内名の都市評議会という機構が管轄する、キリバス共和国の実質的な首都かつ、タラワ干渉の政治的中心である。ベシオは、経済の中心ベシオ島を区域とし、ベシオ町評議会が管轄する。そして残りの地域が、北タラワに分類される。漁業は、 タラワの経済を支える重要な産業である。スーパーマーケットベシオ島はタラワ干渉の経済の中心地で主要な港湾を抱えることからコプラや真珠を輸出している。この島はかつて日米間で戦闘が行われた激戦の島でもある。農業漁業防衛企業南太平洋大学キリバスキャンパスボンリキ国際空港構図へベシオ港でコプラを積み込む。 洋ス空港タラワには、鉄道はなく、主な交通手段はバスである。また、停留所もなく、通りかかったバスに手を挙げて停車してもらい、乗車する方式をとっている。別潮と倍力の間の交通手段はかつては浅瀬を、干潮時に歩いて渡っていたが、近年連絡路構図ウェイが完成したため、現在は自動車による交通も可能となった。なお、 倍力から別所へ入る場合は有料であるが、逆に別所から倍力へ行く場合は無料である。公安倍力国立競技場、ありがとうございます。